海上自衛隊の霊式、海上自衛隊の霊式とは、海上自衛隊において実施されている霊式である。自衛隊の霊式に関する訓令、昭和39年5月8日防衛庁訓令第14号、及び、海上自衛隊霊式規則。昭和40年5月24日、海上自衛隊たち第33号等によって、規定されている。概ね一般的な海軍の霊式に同じである。 なお、以下の記述は、平成16年4月8日、長君第49号、及び、平成16年4月6日、海上自衛隊立ち第11号による、改正時のものを原則として、基準としている。本記事は、原則として、自衛隊の中で、海上自衛隊に、特有の例式を記述しているので、自衛隊の例式一般及び、警衛隊及び、 経営の経礼については自衛隊の礼式を参照。タイの経礼一般に関しては、陸海空自衛隊で共通である。ただし、指揮者または監督者に引率されて、訓練、作業、授業または競技等に従事している場合においては、その指揮者または監督者のみが経礼を行うものとされている。他方、タイの統令に関しては、特則があり、海上自衛官または、 体は他の隊から敬礼を受けた場合は、その隊に対して、恒礼を行うものとし、その隊の指揮者に対する恒礼をもってその隊に対する恒礼取る。ただし、総額を行っている音楽体は、更新中はその指揮者のみが敬礼を行う。また、括弧の敬礼を省略できる場合は、体の敬礼の場合についても順用される。自衛官は天皇旗を掲げている。 自衛官その他の船舶及び、艦艦式における、艦越艦の上官する自衛官等に対しては、桃源の敬礼を行う。遠洋航海等のため出航する自衛官、練習艦隊とこれを見送る自衛官との間においても同様である。桃源の敬礼は、上り偏い、上れの号令で乗員が原則に整列する。服装は、白手袋着用の礼装である。 ラッパまたは豪敵をもって、気をつけお礼し、総員が原則または上官班に整列し、幹部自衛官及び、巡会員は挙手の敬礼を、改装、開始は姿勢を正す敬礼を行う。当原の敬礼を行う場合は、敬礼を受ける自衛官との最近接点の方位の、約45度前から敬礼を始め、最近接点の方位の、 約45度方向に遠ざかる時まで継続する。ただし、距離、速力等によりその時期を適に変更することができる。自衛官において定時に自衛官機を掲揚しまたは降下するときは、定時10秒前にラッパを持って、気をつけを礼して定時に、国家、君が良い回を奏し、この間次の覚悟に定めるところにより敬礼を行う。当直士官は、環境または、 ご甲板付近に位置し、自衛官機に対し挙手の敬礼を行う。環境及び、露天甲板にある者は、自衛官機に対し挙手の敬礼を行い、その他の場所にある者は、姿勢を正す敬礼を行う。海上自衛官は、陸岸において、自衛官機の敬用をまたは、降下を目撃するときは、その場に停止し、当該自衛官機に対し敬礼を行う。音楽隊の乗り組んでいる。 自衛官が外国軍官と同所に在白し、定時に自衛官機を形容または降下するときは、国家を奏した後外国軍官の主席指揮官の専任順序により、逐次当外国の国家一回を奏す。ただし、外国の公安に在白するときは、国家に続き当外国の国家を先に奏する。自衛官が外国軍官と同所に在白し、定時の自衛官機の形容または、 国家に際して、外国軍艦においてそうする国家危機、または自衛艦において外国の国家をそするときは環境及び露天艦板にあるものは自衛艦機または当外国の軍艦機に対し挙手の敬礼を行い、その他の場所にあるものは起立して姿勢を正す敬礼を行う。幹部自衛艦等が自衛艦を出入りする際は送迎を行うほか、 特定の礼式を原則として行う。送迎を行うに際しては、幹部自衛官及び、巡回医は挙手の敬礼を行い、改装及び開始は、敬営、原門と列院、原門と列院は、開始で2名、内視8名で、通常礼装及び合敵を吹く者のほか、姿勢を正す敬礼を行う。陸上自衛官または、航空自衛官が、自衛官を出入りする際は、 その階級に応じて順用するが、原門と列院の整列及び合敵をもってする、礼式は行わないのを例とする。原門と列院等の整列は、原門側から原門と列院を向かい合わせで並べ、次に、当番、当直階層または、経営階層、副次家士官、当直士官の順である。この自衛官を出入りする者に対する敬礼は、二人以上の受礼者が、 同時に出入りする場合は、そのうち最上位者等に対するもののみを行い、二人以上の受礼者が連続して出入りする場合は、そのうちの主なものに対するもののほか、敵にその一部または全部を省略することができる。受礼者が官長、定長である場合は、副長、当直士官が送迎を行う。受礼者が当直士官よりも行位の幹部である場合は、 当直士官が送迎を行う。通常の、その上官、定を出入りする場合には、原文取列員による敬礼はない。自衛官機授与式の実施要領は、次の式次第により行う。式典の儀礼局は公募で選ばれた、海の先森である。関越式の実施要領は、原則として、次の式次第により行う。早々式の実施要領は、原則として、 次の通りである。定式は、敗因の状況等により、儀状態を編成することが困難な場合または、早々式場の部隊等の所在地から遠隔の地であって、儀状態を派遣することが困難な場合は、省略することができる。一等会社または二等会社たる官長の着任の際の自衛官を出入りする者に対する敬礼は次の手順により行われる。着任式では、 着任者に対し、その指揮監督を受ける者が挨拶を行う。挨拶は、括弧にその職名及び氏名を申告することをもって、行う。官の出向における、当原令では見送る隊員が互いに、聖棒を振る、棒触れが行われている。手順は、棒触れの号令で、聖棒のつばを右手で持って、ゆっくり三度回して、着用を何度も繰り返し、棒元へ、 の号令で礼を終了する。出航以外にも宇宙飛行士に選出された家内専も一東海医が退職する際や不祥事で辞任することになり、栄誉礼を辞退した吉川栄二の離任式など退職時の見送りとしても行われている。イギリス海軍では見送りの際に相手に帽子の上を向けて時計回りに回す見送りが行われており、日本帝国海軍では 帽子の上は向けずに、右手で持って、頭の上で回す例として導入され、海上自衛隊でもほぼ同じ例が行われている。なお、日本帝国海軍では3回以上連続して回し、持つ位置や速さには、個人差があった。民間船への見送りとしても行われることがあり、父島基地では、小川、沢原丸が出航する際に、基地の隊員が、棒触れで見送ることがある、時間や、 業務の都合で来ないこともある。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。